んな学校にでも必ずと言っていいほど奇妙な連中は存在する。どこまでが個性でどこからが変態なんてどうでもいいじゃないか。この学校にも当然のことながら彼らはいた。俺ずっと前から君のことが好きやったんや。俺の気持ち分かってくれるか。この子多いやん。ダメ。乗ったらどうぞ。
結構良かったよ、なんかめっちゃ良かった。あれ結構現実にあれよな、話してるのに。それにまだ、だからあのなんかチケットロビーとか行ったやんか。ああ、ケーキマッチ食べ、食べちゃいけない、食べた。うるさい、つなぎやがんな。吉本消防署おもろいおもろい。何やらあのポーズ、前なんか写真撮ってたやんか、モデルやつが。それでなんかな、変なポーズね。なんかさ、あっしょいポーズがすんねん。それで、あの、フリもおるやん。誰だ。あー、ごめん。今、どっか行きゃ来ちゃうよ、お前。来やろ。あの、行きや、臭いな。気持ち悪い。彼は嫌なことがあると決まって想像に走るのが常だった。ほんの小さな出来事さえも彼の想像のおかずとなった。毎日嫌でも浮かんできた。そして想像が終わると彼は
決まってトイレに行くのが日課となった。毎日毎日。狂気は始まった。やたらトイレ行くな。あれ便所ボールじゃん。ああ確かに。なんなんほんまっかあれの歯受け付けへんわ。ムカつくな。なんか見とくだけで腹立つさ。次何さらしていけたんだろう。ほんまこの次来たら調べようぜ。ああ彼は急激にどん底へと足を踏み外した。彼はコンドームに小便をためて我慢した。だが何も変わらなかった。だが、その時彼は窓越しに見たことのない天使のような笑顔の青年がじーっと見ているのに気がついていた。その青年こそが自分のドッペルゲンガーだと。彼に初めて友達ができた。自分という名の沢井健二という名の友達が。そして彼の脳みそは皮肉にもそれを信じた。
あなたはドッペルゲンガーを見たことがありますか？それはあなたと同じ姿をしているとは限らないのです。だってあなたの本当の姿ですよ。今のあなたと同じであるはずがないじゃないですか。醜い心、美しい心、性欲、偽善心、すべてをむき出しにした自分が現れるのですから。彼は本当の自分に友情を見出した。ただそれだけのことだった。あなたも思いませんか？それが本物の友情だと。もしもし、沢井くん、昨日君に借りたこのビデオ最高だったよ。そう、そう言うと思って君のために今日はもう一本用意しているんだ。本当に？今夜を楽しんでくれよ。ありがとう。家に帰るのが楽しみだよ。じゃあね。悪魔の赤ちゃん、
想像するだけじゃダメだよ。実際に行動に移さなきゃ。え、やってもいいの？もちろんだよ。さあ、やろう。ありがとう。頑張るよ。かくして彼の想像は現実界の一途をたどった。今日実際に想像をやってみたんだ。沢井君の言う通りとっても楽しかったよ。そうだ、想像って楽しいだ。さあ、もっともっとやろうよ。うん、ありがとう。頑張るよ。そして彼はそれを毎日のように行った。このシーンね、いいシーンなんですけどね、わかりません。この前の池、これ今でもね、東京に行けばね、この池ありますよ。ぜひ東京に行ったら、東京だよ。東大のある頭をくぐってちょっと左手に行ったら、この無気力な小さな社会で生まれてくるものは一体何だろうか。何も生まれては来ない。自分で産むしかないのさ。誰かが心の叫び声を上げても誰も気にも留めない。人間は自分が一番かわいいのさ。宇治のように一人を覗いて。盗聴マニア。この男は好奇心豊かな男であった。家に帰れば盗聴器とにらめっこ。他人のことを嗅ぎ回ることに関しては天才的であった。そんな彼の目には当然便所コオロギの姿がフィルムに収められていた。
盗聴マニアの仕事が始まった。気持ちいいね。